どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。七不思議の吉田桃々です。大神信です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回ですね、素敵なゲストお越しいただいております。はい。筋肉少女隊から大月健さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お招きありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごく嬉しいですね。我々初耳会談で一度大家さんお会いさせていただきまして。はいはいはい、はい、で、その時も非常にですね、やはりオカルトに造形が深いと言いますか、なんかオカルトにすごい愛を感じたんですよ。そうですね。ああ、初耳会談。なんだっけ、横須賀さんとか元気ですか？ここでまさかすごくトピックとしてガンジー横須賀が出てくるとは思わなかったですね。はい、まあ、元気かどうかって、なんかすごいインパクトがあったんですよ。なるほど、そうですね。オーケーさんにすごいテンション上がって彼もなんかどんどん絡んでいくっていう感じになってしまいましたけど、ね、はい、ですと懐かしい。大丈夫でした？ガンジー横須賀。いや、僕は大丈夫でした。大丈夫でした。なるほど、なるほど。オーケーさんのね、周りの大人の方はどうだか分かんないですけど、全然頼らないでみたいな。大丈夫ですか？楽しかったですよ。なるほど。でね、オーケーさんは何歳ぐらいからそのオカルトといいますか、こういった不思議な話とかに？僕は66年生まれで、はい、昭和41年生まれで、はいはい、だからユリ・ゲラーとかノストラダムスとか、角田二郎先生の漫画とか、はい、もう全部直撃の時代なんですよ。ノストラダムスの大予言は、はい、家帰ってきて、小学校の時から家帰ってきたら、うちの母親が、はい、ケンちゃん世界が終わるわよって言って、ものすごいピークから一日の会話が始まったんで、お母さんがノストラダムスっていう人が言ってるのよって言って、それがノストラダムスの大予言でしたよ。でユリ・ゲラーはみんなでテレビ見てて、初来日かなの時に一家で見てて、スプーン持ったり時計持ったりして、ユリ・ゲラーが動け動け曲がれ曲がれって言ったら、母親がケンちゃん動いたわよって言ってお母さんそのテンション何なんですかいつも、うん、お母さんすごくフリークなんですね、そういう、うん、オカルトというかそういうものに関しての、楽しむ派閥なんじゃないですか、ね、なるほど。でも当時の昭和の人はもう完全疑う余地もないっていうか、はい、ところがテレビで堂々とやってますもんね。やってました。そっかそっか。僕らの世代だと若干懐疑派もいましたよね。そうですね。好きな人は好きなんですけど、はいはい、僕らがちょうど79年78年生まれなんで、うんうんうん、ちょうど大家さんから10いくつ下なんですけど、はい、だからそれだと若干懐疑派もいましたけど、うんうん、その60年代生まれの方たちはやっぱりもう100% 信じてるみたいな感じですか？ね、特に1999年のノストラダムスの大予言に関しては、はいはい、まあほぼ今にしてもらうと、なぜ疑おうと思わなかったのかっていうぐらいみんな鵜呑みにしていて、本当に1999年で人類が終わるというのを前提に、人生設計というか、いやこれ本当なんですよ。なるほど。大家さんもですか？僕もそうですね、やっぱり33になるぐらいだったかな。で死ぬんだなっていう、メメントモリっていうのかな。なるほど。いや本当ですよ。本当ですか。うん、で結構なんだっけな、その時に必ず人類が、滅亡するからっていうんで、はい、格闘家になった人とかも、とか、はい、いやいますよ、いますよ。ほうほうほう、うん、なるほど。とか何々になったとか、どうせ自分は死ぬんだから、はい、死ぬならやっておこうっていうんで始めたとか。はい、なるほど。差し支えなければその方って誰なんですか、格闘家？あ、これでも差し支えあるのかもしれない。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。かもしれないな。結構著名な方ですか？当時は著名な方ですよね。やっぱりそれでもうその99年滅亡するっていう状況じゃないですか。ノストラダムスは単純にその人類が滅亡するみたいなふわっとした、そう、情報しか与えてこないじゃないですか。そうそう、滅亡するとも言ってないんですよ。あれは、そっかそっか、そうなんですよね。恐怖の大王が空から降ってくるって言ってるだけで、そうそう、別に人類が滅亡するとは言ってないんですよ。いろんな解釈があるとも言いますもんね。お客さん的にはどういう描き方してました？そのどう滅亡するんだみたいな。いや、その筋肉少女隊の最初のドラマが、はい、花屋さんの息子の直人君って言うんだけど、はい、彼がその後藤弁さんのノストラダムスの大予言の新しくなった方かな、はいはいはい、もうドハマりしちゃって、はいはい、もう
中3か高1の頃だったかな、うん、とにかく世界が滅ぶから、はい、でその直人が騒ぎ出して、はいはいはい、で彼がねドラマーなんだけどピアノも弾けて新曲を作ったっていうのをいろいろ思い出しました、はい、パンパンポボンパンって調子のいい曲で予言の書のそのページだからそのなるほど、ね、まんまですよね予言の書、うんうん、でもそれを俺たちは超えて2000年を迎えようと、はい、その年にシルコスすって迎えるのさっていう曲だったんですよ、はい、そんないい曲でシルコスすってって確かにちょっと今シルコスすって違和感があったんですけど、まあ、ありますよね、ありますね、まあ、だから2周回ってハッピーエンド時代の松本隆的なことだったのかもしれないんだけどなるほど、うん、2周されたんですね2周したのかもしれないんだけどなるほどでもなんか思い出しました、でも結局、はい、1999年よりも全然前に、はい、リアルタイムで我々はどうかなるみたいのが、はい、グランドクラスだったかな分かんないけどなんかあったでもその日に何もなかったんですよその時何もなかったの、はいはい、で直人くんに、はい、どうすんだよ何もなかったじゃないかって言ったら、はいはい、何もなかったことをどうして喜ばないんだあなるほどって返されて、はい、ああなるほどビリーバーってこういう発想なのかなって確かにね、そうですね、ね、そうですね、その後オカルトに詳しくなって、はい、ビリーバーの方とか、はい、スピリチュアル系の方とか、はい、なんかそういう方と話しても全然こう噛み合わないじゃないですか、はい、そういうの僕は初めて直人くんでしたな、はい、あ思い出しましたそうですね、なんかあれ惑星が一列に並ぶと良くないことがあるとか、ハレス彗星もありましたもんね、ハレス彗星が落ちてくるとね、僕小学生やったんですけど、ヘイルボップ彗星かな、はいはいはい、ありました、そうだヘイルボップありましたね、であれだ、あの時カルト教団が、はい、なんだっけ流れとともに宇宙に行くみたいなことで集団自殺したっていうね、ありましたね昔の時代ありますよね、はい、ちょっと申し訳ないです僕も懐かしいね、ね、小さい時やから、そうカルトとか、あの一回あの行方不明になった子供を、はいはい、なんかこう霊視その何だろう年始で見つけるっていうのを日本で、はいはい、あれ誰だったかな、ね、後でちょっと思い出せない、ね、クロワゼットだったかな、ね、はい、じゃないかな、まあ、あで結局、はい、本当に数日後になんかその川かダムかに浮いてるその、はい、その子の死体が見つかって、はい、それがテレビでなんか放送されたんですよね、はい、それはリアルタイムで見てたんだけど、でこれは誰も知らない、はい、誰に言ってもそれを知らないって言うんだけど、はい、実はそれがまあほぼ封印映像みたいになってるんだけど、はい、一度かだっけかな、はい、再放送されたことがあるんですよ。あ、そうなんですか。でこれ僕の記憶で言います、はいはい、でねある時に新聞のところにねそこだけ何もないの、何時から何時まで、テレビ欄のとこが何もない、はいはいはい、何もない、はい、何もないんで、はい、何だろうと思って見てたらその死体を見つけた年始の、はい、再放送だったの。何これと思って、はい、あれじゃんと思って、はい、うん、でも当時 SNS とかもなかったから、はい、そうですよね、見たって言ってもいや見てないとか言って、不思議、ただこれは僕の記憶の中なので、はいはい、その事件自体がもしかしたらなかったのかもわからないし、 あるいは本当に、うん、読売新聞だったんですけど、うん、探して探して見てその空欄があったらその時にどういう意図かわからないけれどその時に突然再放送、でもそうやったらちょっとありそうな気もするけどな、なんかね、まあね、でも確かにね、テレビ欄で空欄なんて正直ありえないから、なんだろうって逆に覚えてるってこともありますよね、あんなインパクトある、ね、そういう話でちょっと子どもの頃の、はいはい、これ今ネットでもちょっと話題になってたんで、はい、僕子どもの頃に、はい、僕の記憶では、はい、夜だったんですね、はい、夜のテレビで、はいはい、人体切断のマジックをやったんですよ、はいはいはい、それマジックなんですね、そうです、はい、で女の人が出てきて、はいはい、でこう寝かせられて、はい、白い布が、はい、でウィーンって伝統の小切りみたいなもので切って、ね、結構えぐくあの血とかなんか肉とかが飛ぶんですよ、はいはい、でうわーっと思って何注文流すんだと思ってたら、はい、その
その女の人がたらーって鼻血を流し出して、はい、で、あ、鼻血出ましたねって、その顔にティッシュを乗せた。で、そのティッシュに赤い血がダーってなって、はい、そこでコマーシャルになって、そのまま番組が終わったんです。怖っ、怖っ。でもそれは僕の子供の頃の見た記憶なんで、はい、その後元気ですよってやったんじゃないかなと思ったんだけど、最近ネットとかで、はい、兄さん自分も見た、はい、それをっていう人がいるんですよね、はい、ネタバラシしない、ただ血や肉が飛んで終わったっていう。そうですね、失敗ですもんね、いわゆるね、衝撃映像みたいなことになっちゃったってことですよね。でも一案で言うと、はい、あ、一つの説で言うと、当時そういう残酷エログロショーみたいなものがあって、はい、で本当に切断した体で終わるっていうのがあったんじゃないかと。テレビ的演出としてそういう残酷なので終わらせるみたいな、うん、昭和40年代か50年代なので、コンプライアンスもあったもんじゃないので、まあ、そうですよね。すごいですね。幼い頃の記憶ってなんか不思議だったりして面白いですね。そうですね。大家さんはあのすごいオカルトが好きなことはすごい、もう我々もですね、はい、十分わかるんですけども、うん、なんかご自身で不思議な体験ってなんかあったりするんですか？いや、ないことはなくて、はいはいはい、本当にミリバーじゃないんですけど、はいはい、でも見てるんですよ。ほうほうほう。小学校2年か3年生の時に学校から帰ってきて、昼です、はい、で学校から帰ってきて、まあ昭和の家だったので、はい、一軒家でね、はい、玄関鍵が開いてなかったんで、裏庭に回って、はい、庭に回って、はいはいはい、家の裏を横を通って、はい、庭から入ろうと思って、はい、庭の方は開いてたんで、はいはい、でそこで回って庭の方こう入って自分家の庭、はい、でふっと見たらその、ブランコがあったんですね、はい、遊具が、はい、ゆりかごみたいになってるブランコがね。でそのブランコがあったんです。そのブランコの上に落ち武者の生首が乗ってたんですよ。本当に落ち武者の生首が乗ってて、それがぐーっとこっちを向いて、こっから血を垂らしながらニヤって笑ったんですよ、僕は、でものの2秒とかそのぐらいだったんですけど、ってなってギャーッギャーッと声も出なく、そのまま近所の宮沢くんっていう友達の家に逃げ込んで、はい、宮沢くんが勇気のある子で、はい、じゃあ俺見に行ってやる、すごい、めっちゃ怖いな、え、で何もなかったよって、はい、って言って帰ったら確かに何もなかった。でも見たのは確かで、確かでちゃんと見た、見ました、ね、はっきりと。ただ僕は、はい、なんかそのほらよく見えるっていう人の見え方っていうのにすごくどんな風に見えたの、うん、どんな感じに見えたのっていう聞くタイプ で、はいはい、で僕もそれを自分で思い出すんですけど、はい、僕の場合は、リアルの空間の中に、うん、そこだ生首だけなんと劇画タッチっていうのかな、アニメ劇画をアニメしたような、アニメ化したような、はい、結構色彩鮮やかにあったんですよ、はい、それがあったんです。なるほど。でも僕だから多分おそらく子供がたまに見る原始幻の、はいはい、視界視力の、はいはい、原始といういわゆる、うん、そういうやつの類だったのかもしれないなと思って、うん、じゃあそこはどこから出てきたのかなと思ったら、はい、当時昭和だったので、はい、まだ割と時代劇とかで晒し首のシーンとか平気であったんですよね、はい、あったんですよ、はいはい、だからそういうものが焼き付いていたのかな、うん、とも思うんですが、あと近年になってもでも、いや、もしかしたらいろいろ考えて、はい、あの時、はい、庭に本当に誰かがいたんじゃないかなってことも最近考えるようになって、はあはあはあ、というのは、はい、その生首がニヤッと笑ったんだけど、はい、ある意味ちょっと気まずそうに笑った感じがあって、はあはあはい、で僕の、はあ家は当時下宿をやってたんですね、はい、でその頃下宿の学生が降りてきて庭に行って、はい、でうろちょろしててそこの下宿の息子に見つかって気まずく笑ったんじゃないかなっていう、はあ、なるほど、とかあるいはそのゆりかごのブランコをなんかふざけて乗ろうとして、はい、首が引っかかったんじゃないかなとかね、それで気まずく笑ったんじゃないかな、ニヤッとして、なるほど、
でその顔の部分だけ注目しちゃったってことですよね、うん、かなとも思うんですが、うん、でもやっぱり生首だったんだよな。なんとなく落ち武者だって思ったわけですよね、きっと。もういわゆる本当にこのザンバラ髪になったら、ね、落ち武者ですよね。なかなかその時代でもその髪型みたいな感じにしてる人っていうのはあんまいなかった。ない、まさかそれはいないでしょう、ね、そうですよね、ってなってくると。でもよく言われるじゃないですか、その400年説、幽霊400年説。そうです。400年経つと、うん、その幽霊はもう成仏しちゃうって今最近言われてるんですね。400年なんで、どこで言われてるんですか、でこの界隈で言われてるんですか。僕も何かのマジか、知らなかったです。で、それから考えると、うん、昭和40年代ってことは、うん、そっから400年前ってなると、うん、どれぐらいですか。江戸時代、戦国時代、まだ1500、60年だと思う。だとしたら、うん、落ち武者はまだね、うん、そうだね、出てきて、まあ、400年 OK なギリギリ年代なので、おかしくはないとかなかもしれないですね、きっと。それがもう最近だと本当に落ち武者の例とかは全く聞かないんですよ。聞かないですね、はい、うん、ね、投稿いただいたお話とかも聞かない、はい、うん、少なくなって、ね、ただそれをテレビメディア、まあの、はい、まあ、テレビに限らず、はい、メディアと幽霊とかそういう不思議現象の目撃ってすごくシンクロするところがあって、はい、結構前のムーに、はい、あのムーミン広場に猫バスを見たっていう投稿があって、はい、面白いですね。だからやっぱりもう今落ち武者とかがテレビ出ないでしょ、はいはい、映画でも出ないでしょ、出ないですね、あんまりね、確かに、あの八つ墓村の再放送ぐらいでしか出ないじゃないですか。そうですね。だからそれを思うと、だから今の人たちは猫バスとかはジブリは浴びるほど見てるわけですよ、うん、はい、確かに。だからもしなんか原始として見るんだったらば、はい、落ち武者よりも猫バスを見ることの方が多いのかもしれない。そういうことか、刷り込まれてね、どん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 、うん、慣れ親しんで頭の中、うん、脳の中に入っているものっていうのは、うん、確かに現代はそうかもしれないですよね、うん、ですね、分かんなくてね。いやね、こうお話ししてるとやっぱちょっと他の方とは違った角度で、うん、そのお話を解説していただけると僕ら思ってるんですよ、わけさんが。確かに、その僕いわゆるビリーバーでも否定派でもなくて、懐疑派っていう、はい、そのね、はい、オカルト現象について疑ってかかるっていうか、はい、検証していこうっていう派閥もあるんですけど、はい、それですらないっていう、はい、なるほど。もう OK さんなんですよ、存在が。なんか単に面白がり、オカルト面白がり派で、はい、なるほど、なんですよ、はい、でも最近、まあ、こう今日も読んでいただいたりとか、はいはい、今ムーで連載させていただいたりとか、はい、そうですよね、ちょっとこうオカルト界隈の人とか、はい、こうつながることが多くて、はいはい、ちょっと洗脳されてきたのか洗脳ですか今までの立ち位置みたいなものがってことですよね。割とあんまり、うん、なんか突拍子もないことを言い出す人がいても、あるかもしれない、洗脳されてる、思うようになってきちゃって、やばいんですよね。で今日ね、ちょっとあの我々、いくつかですね、はい、お話をちょっと OK さんに聞いていただいて、はいはい、OK さんの考察といいますか、うん、ちょっとお考え聞きたいなと思っておりまして、はい、じゃあちょっとね、僕モーモーの方からちょっとですね、はいはい、お話、ちょっと不思議な話で、うん、UFO 絡みの、あ、 UFO 大好きです。あ、そうですよね、お話なんですよ。で、僕が実際にこれ投稿というか取材でいただいたんですけども、うん、梅子さんという女性の方なんです。でこの方九州にお住まいの30代の方なんですけど、この梅子さんというのが、ご自身とお母さん、そして娘さんと3人いる状況で UFO を見ちゃったよ、うんうんうん、そういう体験あるんです、うん、どういうことですかって言ったら、福岡県の遠賀川っていう川があるらしいんですね、うん、直方市に遠賀川ってすごく大きな川がある、うん、でその川では毎年夏になると大規模な花火大会を行われるってところで、その日梅子さんと梅子さんのお母さんで梅子さんのお子さんの次女、この3人でその遠賀川の花火大会に行ったと。で河川敷にビニールシートを敷いて、まあ、場所取りみたいな感じですよね。で数時間後に花火が始まるっていうところで、そのビニールシートの上で3人で、こう横になって花火が始まるのを待っていた。でなんとなく横になりながら空見ていたそうなんですよ、うん、はい、で空見ていたら花火が始まる数時間前だから、だいたい午後3時頃だっておっしゃってましたけど、うん、いわゆる UFO みたいな真っ黒い楕円形の物体っていうのが、うん、はい、東の空に現れた、うん、あ、
あれ UFO じゃないと思ったら南の方にスーって飛んでいったと、うんうん、あ UFO いたって言ってお母さん横のお母さんとかと一緒にいたよねって話してたらまたその UFO が南から西にスーって黒いやつが飛んでいったと、うんうん、でこの西から南南から西っていうのを5往復したそうなんですよ。5往復、うん、めっちゃ動いてるなーと思ったら、うんうん、いつの間にかその UFO がパッと自分たちのもう上空5メートルぐらいの距離に真っ黒いいわゆる UFO が来たそうなんですよ、うん、でうわ UFO だと思って隣の人とかに知らせようと、うん、で自分たちのビニールシートの隣もう1メートルぐらいのところに人がいるんですけど、うんうんうん、UFO がいます、うん、UFO がいますって言ってももう声になってないとか全く気づいてくれないんですって、うんうん、えどうしよう証拠が残せないってなって、はい、そこで買ったばかりのビデオカメラで撮影したと、うん、でピッてなってレックのボタンを押して2秒ぐらいにパキッって音がして撮影できなくなっちゃったんですって、ああ壊れちゃったどうしよう、うん、って思ってたらいつの間にかその UFO がスーってどっかに行ってしまった、はい、でやっとその状況から、まあ、解放というか、うん、梅子さんもお母さんもものすごくもうドキ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 してて、はい、今の何だったんだろうってなって、うん、で周りの人とかも全然気づいてないから、うん、見てはいけないものを見ちゃったんじゃないか、うん、ちょっとドキドキしてる、うん、でもこの後花火があるから、はい、ちょっと気分を切り替えようってなって、うん、梅子さんは自分のその娘さんを連れて屋台がいっぱい出てるからイカ焼きとかかき氷を買いに行ったそうなんですよ、はいはいはい、でその時に、まあ、場所取りもやってますからお母さんだけそのシートの上で座って待ってたんですって、うんうん、でいろいろ買って戻ってきたらお母さんがこう呆然自失の状態でビニールシートの上でパーってなってるんです。でお母さんお母さんって言ってあーってなって、うん、いや今あんたたちが買い物に行った後一人で待ってたらまたあの UFO が来たのよと、うん、またあの UFO っていうのがお母さんの目の前に現れて、うん、その UFO の中から無機質な手のようなものが出てきたと、はあはあうん、で手のようなものができてあ私さらわれると思ったらあんたたちが来てその UFO がパッて今消えたのよ、うん、あら何だったんだろうこれ、うんうん、でまあお母さんも嘘言ってるとも思えないし梅子さんも実際見てるんで、うん、でお母さんがちょっとあまりに怖いって言うんで、うん、お母さんも花火見ないで帰ると、うん、で梅子さんとお母さんっては同居してるわけではなかったので、うん、お母さん一人で車を運転して帰っていったと、うんで梅子さん的に夜になって花火見終わった後に心配だったからお母さんとこう連絡したんですって、うんうん、電話かけてお母さん無事帰れた大丈夫って言ったら、うん、帰れたけど、うん、大丈夫かどうか分かんないと、うん、今後何かあったら私に何かあったら覚えといてねってなんかちょっとなんか意味深なことを言うとだからお母さんもなんか UFO に見つけられてしまったってことがすごく怖かったそうなんですよ、うんうん、でこのあと特に何事もなく半年が過ぎるんですね、うんで半年が過ぎた後にこの梅子さんっていうのがこの九段の出来事もちょっと忘れていた頃です、うん、また同じ町内にあるでっかい公園がある通い町公園という公園がありまして、うん、そこに自分の娘さんとかを連れてご飯食べに行ったんですって、うん、でその日は晴天でお昼頃にその公園に着いて子供たちが遊んでる、うん、で、まあ、木製のベンチかなんかに座って、まあ、お昼のご飯を出して綺麗な天気見ながらさご飯食べようと思っていたら、うん、なんか天気がちょっと曇り出したと、うん、あいきなり曇り出したなちょっとパラついてきた、うん、あちょっと帰ろうかなと思って帰り支度を始めたらまた上空にあの半年前に見たとおぼしき、うん、あの黒い UFO が今度は3機現れたんですって、うん、で3機現れてこっちの方にスーって飛んでくると、うん、でこれは怖いと思って、うんうん、なんか自分がマークされてると、うんうん、あの時のことを思い出したんで急いで子供を連れて車を運転してお家に帰った、うんうん、でそこでその時もこれだけだったんでしょ、うん、前回見たやつが3機に増えて私のことをマークしてるんじゃないか、うん、そこすごく不安だったそうなんですよ、はいはいはい、でこの出来事から何事もなく1年また経っちゃうんですね、うん、で1年経った時に衝撃的と本人はおっしゃってる出来事が起こりまして、うん、その日梅子さんがですね午後からパートがあると、うんうん、パートがあるので午前中は家事を早めに終わらせて自分の自室のベッドでゆっくり寝ようと、うん、昼寝しようと思ったんですね、うん、でその時に普通に家事とかを終えて自室のベッドで横になっていたらなんか寝てる途中に電磁波電波のようなギーンみたいな砂嵐とかのザザザザザっていうなんか違和感のあるような音が耳元でしだした、うんうんうん、ですごい耳が圧迫されてる感じがするんです、うんうん、あれ
この感覚なんだろう、すごく気持ち悪いなと思ってパッて目開けたら、ブラウン管テレビが故障した時のような画面に自分の部屋が見えるんですって。うん、鮮明に見えない感じがする。え、なんでこんな感じで見えるんだって急にここで金縛りになっちゃったんですって、うんうんうん、あ、動かない、うん、どうしようってなって目と首だけが動くことが分かった、うんうんうん、こうやってなんかこの部屋に異変を起こして誰かいるんじゃないかってキョロキョロしてったらベランダに目が行って、うん、ベランダに宇宙人いたんですって。宇宙人ね、はい、でここから話すことを梅子さんは頭がおかしいと思われるから誰も言わないでいたと、だけどお話ししますってこれお話してくださったんですけど、そのベランダにいわゆる普通のグレータイプの、目が大きくて、口と耳はなかったそうなんですけど、体長1メートルぐらいのエイリアンっていうのがベランダにぼーっと立ってこっち見てるんですよ。うわーと思って、怖ーって思ったら、その存在が多分テレパシーのようなものでこっちに意思を伝えてきてるんでしょうね、はいはい、向こうの言ってることが分かったんです、でそいつが第一声というか言ってきたことっていうのが、そろそろ帰るって聞こえたんですって。マジか、なんだと、そろそろ帰るってめちゃめちゃ怖いと思って、瞬間的にさらわれると思ったから、いや私はこの場所でやることがたくさんあるんですと、勘弁してください勘弁してくださいってことをずっと頭の中で、口には声に出せないのでずっと思っていた。でそうなってるうちにその存在っていうのはまだずっとこっち見てるそうなんですよ。でこのままだと自分は絶対にさらわれてしまうと思ったから、その時に旦那さんがですね、違う部屋で在宅でお仕事してた日なんで、旦那のところに行こうって思ったら体が動いたんですって。で体が動いて旦那さんの部屋に行こうと思って自分の部屋の扉開けたんですけど、なんかもう体が無重力のような状態になっていると、はなんか力、なんか夢の中の動きのようにはっきり動けない、なんかね、だからその宇宙人が自分の背中から吸引しているような、スーって掃除機で吸ってるような感じで前になかなか進まないんですって、だけどもこのままじゃ自分はやばいと思ったから、頑張って頑張って移動して旦那さんの部屋前ついて、部屋ガチャガチャガチャって開けたら旦那さんがデスクに座ってパソコン打って仕事をしている背中が見えたんですって、あ、旦那がいる、旦那が助けてもらおうと思って、その背中越しに仕事してる旦那さんに、今私の部屋にエイリアンがいてっていうことを必死に話したら、その旦那さんがパソコン打って言ってパタッと止めてくるってこっち振り返ったら、全く違う赤の他人だったんです。笑っちゃいけない、そうなんだ、もう男性ではあるんですけど、人間なんですけど、旦那じゃない全く違う男性がそこにいて、あの、だから言ったでしょ、言うこと聞かないからって言って、そこで意識がパッてなくなったんです。で次気づいたら、旦那さんのお部屋の前で倒れて気絶していたのか寝ていたのか分からないけど、そのような状態になっていた、で実際旦那さんがおいおいってなって起こされて、へってなった旦那さんがいて、いつも通りの旦那さんなんです。いや今こういうことがあって、そんな当然信じてもらえるわけ、何言ってんのバカ、寝てて寝ぼけたんだろうみたいなことを言われてしまったんですと。でその件があってからまたあの黒い物体を見るっていうことはないんですけど、あれは夢だったのか何なのか、でも夢とは思えないし、私は今でも UFO みたいなものにマークされてるんじゃないかってことを、ちょっと心の中で怖いなと思った上で過ごしてるっていう体験なんですよ。これは大健さんどういう見解ですか。非常にそのなんだろう、こう逃げるとかウルトラセブン的なものを考えてますね映像としてね、ウルトラセブン感あるなって思って、はい、うん、そのあの宇宙人がね、はい、言う言葉とか、はいはい、でもなんていうのかな、そういう UFO 現象とかモスマンなんかもそうだけど、はい、不安の象徴として出ますよね。あ、なんか、うん、はい、そうですね、その不安の予兆というか、はい、これから何か得体の知れないことが起こるよっていう、その前兆として、起こるもの、まだちょっとビリーバー的なスピリチュアルなことを言うかもしれないんだけど、はいはいはい、結局人間はそういうものを多少なりとも察知する能力があるのかもしれないですね。あ、でそれをでもうまく、視覚で捉えることができないという場合に、それが UFO であったりとかモスマンであったりとか、そういう妖怪でも何でも
その逃げようとして進まなかったっていうところは水木、しげる先生がね、ね、あの戦地で、ね、はい、あの塗り壁にあったっていう、ね、うん、進めなかったっていうのと、はい、なんかそういうことも、でもね、最近ちょっとね、はい、ちょっと本当僕やばくて、さっきビリバーっていうか、はいはいはい、もう洗脳されまくってるじゃないですか。洗脳されてきて、最近ね、そういうね、はい、いろんな人がオカルトのこと言ってると思いますけどね、はいはいはい、なんか分かってきちゃったんだよな。あら、はい、あれ分かってきたんだよ。はい、いいですか、いただいて。宇宙人もなぜ、はいはい、宇宙人がほら、あの人間さらうじゃん、はい、アブダクション、はい、アブダクション、あれはね、多分ね、人間のね、肉体を狙ってんじゃないんですよ、霊体を狙ってんですよ。霊体を狙っている。ほう、霊体を狙ってんだよ、はい、それはあのね、ムーにも載ってたけど、はい、海苔の産地があって、はい、そこで UFO がいっぱい出たりとか、はい、宇宙人出たりするんですよ、はい、なんでだかわかります？宇宙人は海苔を狙ってんだ。海苔、はい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 、海苔のエキスが、はい、あの宇宙船を動かす、はい、あのエナジー、エネルギーを狙ってるわけですよ。で、宇宙人は人間の霊体を狙ってるわけ。エネルギー。何のエネルギーかっていうことですよね。ほー、今日は言っちゃいますよ。はい、お最近お願いします。はい、なんかね、分かってきたの。はい、うん、結局、はい、超能力って各国が軍事利用しようとして研究してきたっていう歴史が実際あるでしょ、はいはいはい、ありますね。アメリカのやつとかソ連のやつとかも明らかにあるんで、はい、日本もあると思う。でもこと例に関しては、はい、あんまり軍事利用しようっていう話を聞かないでしょ。聞かないですね。例の軍事利用っていうのを今いろいろ考えてるところがあると思うのね。なるほど、うん、それが宇宙人の手で偽装して、なるほど、厄介なやつ来たんだけど、いやでもなるほどって思いました。すごく面白いと言いますか、うん、そうだと怖いなって本当にちょっと思いましたね、うん、だから、はい、大島テル、はい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 、ね、あれとかで事故物件とか、この訳あり物件、はいはいね、はい、がいろいろ話題になってるじゃないですか。なってますね。あれね、もっとね、訳あり物件を探してるところがあるんですよ。ほうほう、うん、ほう、だからこれ絶対あのネット的に探すと出てきますよ。はいはいはい、多分某国が、はい、の偉い人が狙ってる、はい、へ、うん、そういう訳あり物件、訳あり物件、ほう、うん、その霊体がいっぱいあるから、あ、軍事利用するために、軍事利用するためにですね。その霊体をどういうふうに軍事利用しようとしてるかっていうと、はいはい、あ、多分ね、はい、核エネルギーです。だから 霊を利用した核爆弾っていうものを誰か分かったんだと思うよね、はい、オッペンハイマー的な人が、ちゃんと使えるぞ、うん、今オッペンハイマーが、なるほどそんな昔でもないけど、まあそうです、今オッペンハイマー、はいはいはい、うん、これだっつって、霊体だ、うん、だから、はい、これは前田明さんもよう言わないと思うけど、はい、多分ね、だからこうやってね検索してんのよ、日本のそういう物件を。でこのここはもうやばい霊、はい、あのパワーの強い霊があるから、はい、それだけあのエネルギーに使えるからって言って、なんかこう探してんじゃない今。そうなったらこの YouTube でその霊感強いとねこう言われてる人たちがどんどんいなくなってったらほんまに怖いよね。そのどこに幽霊がいるか分かるから。そうですよね。そういうことになります。今はだから泳がされてるんですよ。我々も。そう。泳がされてるんですね。今ね上から。明らかにその YouTube、はい、そういう、はい、なん霊感 YouTube とかも、はい、ほらもう飽和状態じゃないですか。そうですね。たくさんありますね。バンドブームかって感じですよ。いやそうですね。いや本当にそうですよ。だから、はい、ここからもう崩壊の糸をたどるんですよ。そうですよ。崩壊するんですかここから。でもそれは引き抜かれると思う。はあ。
怖いけど。すごい見解。はい。うん、ある時こう来ますよ、スカウトが。スカウトが。スカウトならいいけど、さらわれるやつ、ね。さらわれる可能性ありますよね。全然。麻袋かぶせられて。いや怖い。長いことチャンネルやりましたけど、今の説唱えたら OK さん初めてでした、ね、いやそうなんですよ、めちゃくちゃでしょ、はい、いやこれすごい被らないでしょ、いなかったです本当に、いやすごい面白いお話、でも、はい、その霊体の軍事利用っていうのは、はい、霊エネルギーの軍事利用っていうのは、はい、やっぱり考えてる人はいるんですよね、なかなかいると思いますよ、でも、はい、真面目に扱ってこなかった、うん、そんなに、はい、あの超能力に対してなかったでしょ、うん、はい、そうですね、でもね俺ね、なんかねこれからだと思うんだよね、あ、やっぱりプーチンとか気づいてると思うんだよね、あ、行っちゃったのかつに、あら各国の上の人は何か気づいてるっていう説は昔からありますからね、そういうの、でこのことはさ、はい、まださムーにもさ飛鳥昭雄さんでさえ書いてないでしょそれはもう、そうなんですね、ムーや飛鳥昭雄さんでもそれはと思ってるんですよ、神木慎一郎さんも書いてらっしゃらない、神木先生も書いてらっしゃらない、書いてらっしゃらないから、ね、だから OK さんだけだと思います、でも俺が突然ムーか関東特集で総力特集でやりましょう、総力特集でやりましょう、なんかもう、ね、世界各国の、はい、世界各国が例の軍事利用を考えているってさ日本の物件を狙っている秘密みたいな、うんうん、そうなんとそのプーチンの傘下であるどこどこが大島テルを検索しているということなのだ大島テル拉致されるおもろい展開な、面白いな、で各 YouTuber がどんどん消えていくんですよ、これからいろいろ情報知ってるからそうですね、でどうもおかしいっていうふうに調べていったら、なんかもうやばいですよ、ですよね、いやだからもうテルさんと周平さんあたりが拉致されだしたらいよいよですよ ね、いよいよですね、今日いろいろ知ってるから、スミさんあたりもね、スミさんも消えるかもしれないスミさん危ないよ、スミさん危ないですよ、知りすぎてるからスミさんは危ないですよ、いやすごいすごい面白いお話いただきまして、重厚な回ありがとうございます、本当にありがとうございます、こんなことでいいんですか、いや全然大丈夫、めちゃくちゃ面白かったです、めっちゃ面白かったです、オケさん、あのこちら、はい、CD の方はい、はい、僕あの今度筋肉症状で医者にオカルトを止められた男という新曲を出します、新曲医者にオカルト止められたってこれ僕実際そうなんですよ、そうですよね、昔ちょっとなんかこうメンタルが弱ってる時期がありまして、その時にお医者様にちょっと相談したら、大月さんね、まず UFO とかオカルトとかそういうのの興味をやめることからじゃないですかって言われてではいっつって数年間やめたんですよ、はいはいはい、で、またで先生でもやっぱりオカルト好きなんでやっちゃダメですかねって言ったらしょうがないですね、まあ UFO あたりからなら夢があっていいんじゃないですか、OK 出たんですね、 UFO から OK、 あ、じゃあ今日よかったと思います、心霊はダメなんですか、いやだんだんもう時が経ったのです、さらに言うならば、はい、それは心療内科のところに行ったんですけど、心療、はい、内科の先生となんかちょっと合わなくて、はい、であちょっとここ合わなかったなって帰ろうとしたら、心療内科の隣に内科があって、はい、その内科の先生が、はい、あ大月さん、はい、なんかあるなら話聞きますよって言って、はい、でアドバイスくれたんで、はい、うん、だからオカルトっていうのは、はい、内科の内科になるんですよ、オカルトのかかりつけは内科なのそうなの、内科なの、内科なの、あれはそうなんですね、内科なの、出ましたね、こちら、はい、情報こちらの方に出てると思いますので、皆さんよろしくお願いいたします、でですね、オスキンさんなんですけども、はい、我々のもう一つのチャンネル、不思議ミステリークラブの方でですね、シャレにならない裏の話の方にも出ていただく予定ですので、この後もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ということで今回のゲスト筋肉少女隊から大月健さんにお越しいただきました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、皆さんチャンネルのご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、のぶさんちょっとですね、はい、調べによりますと、七不思議チャンネルをですね、うん、ご覧の方々の中で、うん、チャンネルは見てるけどチャンネル登録をしてないよっていう方結構、ね、もう半分ぐらいいらっしゃるそうなんですよ、
びっくりするじゃないですか。びっくりした。そうでしょ。これはぜひ皆さんこの機会にチャンネル登録をしていただけると、その数字っていうのが僕たちの励みになったりするので、はい、この機会にぜひチャンネル登録の方をお願いします。高評価お願いします。高評価含めたチャンネル登録ぜひお願いね。お願いします。